ライダ、すまない。なんで謝るんだよ。幸せに暮らせると思ったから。でもそんなことを望む父はどこにもいなかった。母は叶わないと分かっている夢を見続けていた。俺は選ばれるはずのない戦士で教師のはずだった。なんで謝った？なんで俺なんかを助けた？いやだ、まだ終わりたくない。まだ何も分かってないんだ。